ックです。でもなんか青に見えてきた。緑じゃなくて緑色なんですけど、これは緑色してるんですけど、なんか青色、そうツリーの色なの。そうです、正解。あ、リンカちゃんみたいに鈴はつけないの？ついてないです。あ、飛んでた。わ、クリスマスプレゼントが届いた。そう、あ、わあ、ちょっと、あ、ミラーボールです。早速ありがとうございます。そう、今日はそれでクリスマス、メリークリスマスなんですけど、今日は目撃者公演、クリスマス公演の前座に出演させていただきました。はいはいって感じで、前座ガールズミニスカートの妖精で登場しました。なんか昨日おとといがおしゃべり会だったので、そのおしゃべり会でも結構なんだろう、クリスマス気分はだいぶ味わわせていただいてたので、なんかファンの方とかとお話しするときにサンタさんの格好をしてきてくださったり、メンバーがみんなサンタさんとかトナカイとかそれこそクリスマスツリーとかなってるのとか見てたから、もう結構その2日間で結構クリスマスをね、もう結構味わわせてもらった、楽しませてもらったから、もう結構クリスマスもう満喫したぐらいに思ってたけど、でも今日がクリスマス本番だからなんか不思議な気持ちになりました。なんか3日間クリスマスがあったみたいな感じがします。でも本当に今日が一番クリスマスだから、今日が一番クリスマスというか今日がクリスマスなので、でクリスマス公演に出て前座で出演させてもらって、前座ガールズで写真撮影、毎回公演の時って記念撮影するんですけど、その時にまた登場するんですね。でその写真撮影する時にクリスマスサンタさんの帽子をかぶって登場しました。めっちゃクリスマスじゃないですか。そう、そんな感じでした。あ、確かに土日はみんなサンタになってくれてたけど、今日は仕事だったから逆に実感なかった。なるほどね。だって今日ね平日ですもんね。確かにそれも大きかったのかも。やっぱ土日がねそういう日の方が多分もっと実感あったんだろうけど、平日だったからのもあるのかな。うん、昨日、あ、そうだ、昨日おしゃべり会のお話もありますね。昨日はお話会ありがとうございました。おしゃべり会昨日の分も皆さんが会いに行きたいって思ってくださる方がねいてくださったおかげで、ありがたいことに完売っていう形だったので、やっぱり昨日もずっと途切れることなく皆さんがお話ししに来てくれたのですごく楽しかったです。そう、嬉しかったな。で昨日はクリスマスイブだったので、なんとですねサンタの格好をしました結構私はあんまりそういうのしないから、多分びっくりな方は多かったんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、どうでしたかあんましないからさ、でも似合ってるって言ってくれてだから安心しました。そう、全身で何かをすることはあんまりないから、なんか頭、髪の毛だけとか、なんか持ち物だけ豚とかはしたことあるけど、そう、頭の上に雲乗っけたりとかもしたりとかしたけど、全部ちゃんとしっかりするのあんまりしたことないというか、多分したことないから。でもクリスマスはやっぱり一番一年の中で、分からん、一番かは分かんないけど、結構私の中ではトップクラスのウキウキなる季節なので
言っちゃいました楽しかったな昨日も。使いすぎなそうね、来てくださる方は好きでお話してきてくださる方が多いから、多分みんな優しくて褒めてくれた、ありがとうございます。そうなんかね、めっちゃクリスマスだ。でもまあもう2時間で終わるけど、あそうそうそう、でサンタさんの帽子もあるの、これカーブかぶります。なんか今年のクリスマスは結構いろんな場面で、前髪が割れちゃうの、全然見えん、全然見えんやん。これサンタに見えるのか、やだここ、うーん、なうん、全然見えんな これいる、どうですか前髪が、そう頭の上に雲はハロウィンの時ですね、ナナカと一緒にお揃いでしました。そうクリスマス楽しい、なんか街もキラキラしててウキウキ、なんだろうあれは、キラキラしてて楽しい雰囲気が一番感じる季節かな。しかもやっぱりクリスマスは小さい時からなんだろう、特別な日っていう感じがすごいからね、いっぱい美味しいもの食べられたりとか、多分それが大きいんだろうけど、この帽子いい、いいかな、全然なんか、なんかそういえば去年の、去年もクリスマスショールーム配信した時も同じ帽子かぶってた気がする。なんかおしゃべり会の時はサンタになった時、あのこのサンタクロース帽子じゃなくて、あのベレー帽、白いベレー帽をかぶってたから、この帽子は今年初、初使いましたです。でもね、なんかもう今日で終わっちゃ、当たり前なんですけど今日でクリスマス終了だから、そしたらもうあっという間に年、もうなんかクリスマス超えたらもうね、次は年越しの気持ちになるじゃないですか、年末よっていう雰囲気にもう一気に変わるだろうから、明日からもうあっという間にもう、2023年さよならってなるのかなって思って、怖っ、早、年越し早ってなるんだろうなって、もう予想、未来見えた、普通に。そう、そうなんです、明日からクリスマスって何ってレベルでね、お正月ムードやん、絶対に。明日もだってもう明日これ被ってたらもう違うやん何してるんってただなるだけやけん。
なんかおもろ、自分が陽気で面白い。そうで、昨日のお話し会、おしゃべり会の時はあのスタッフさんとか関係者の方とかがあのメンバーね、 HKT のメンバーのためにあの抽選会を準備してくださってて、でもね、そのなんだろう、来た時からなんかこういうちっちゃいカードみたいな、名前書いてある抽選会の招待状みたいなみんなに配られて、これを持ってその抽選、ガラポンだったんですけど、それそのカードチケットを持って行ったらガラポンできるよっていうやつで、その名前書いてあるこれを受け取って、そう抽選会をしたんです。そう、皆さんが準備してくださってて、そうめっちゃそういうのあるの知らなくって、そう知らなくってね、だからもう私が来た時には結構メンバーがもう弾いてる人が多く、結構もう半分ぐらい弾いてたのかな、わかんないけど結構弾いてて、でみんなめっちゃ盛り上がってて、でなんだよ、結構いろんな景品がすごい豪華だったんですよ。しかも用意してくださってたのが、で一番あの金色のあのボール、この丸いやつが出たら、あのディズニーのディズニーランドのあのペアチケットが当たるとかで、銀色のやつだったら iPad が当たるとか、あとなんかホテルのペアチケットとかもあったり、あと何だったっけ、とデパコス、なんかコスメをゲットできたり、なんかスチーマーがだったり、ドライヤーとか、なんかシャワーヘッドとか、本当にいろんなものを用意してくださってて、それでそうお肉とかもあった気がする、お肉、あとね、なんだったっけな、あ、憂鬱な、ちょっと消えちゃった、憂鬱なバラアットソンミアットマークソンミーさん、ありがとうございます。そう、そういうのいろいろ準備してくださっててですね、で私そう結構その抽選会なんか後に回した方がなんかもしかしたらいいのが残ってるのかなとか思って、なんか残り物とかにいいのが残ってるのかなみたいな感じで後から引こうかなって思ってたんですね。だからあんまりそこまで急がずにその抽選しには行かなかったんですけど、したら結構本当にメンバーのみんながもう本当に抽選会でわーって賑わってて、すっごく盛り上がっててですね、したらさえさんから「え、ヒーローまだ弾いてない?」みたいな言われて「あ、弾いてないです」って言ったら「あ、じゃあ弾きに行こう」って言って、ね、言ってくださって、したらさえさんがあの周りのメンバーに「今からヒーローが弾きに行くってよ」っていうのを伝えみんなに言って、そしたらゆうなさんとかみんな先輩が「え、じゃあ応援しに行く?」みたいな感じでたくさん先輩たちが来てくださって見守られながら、でみんなからこうやって「ディズニー当てて」って言われて「当てたら一緒に行くよね」ってたくさんみんなからこうやって言っていただいて、そうプレッシャーだーってなりながらこうやって引いてみたら、なんとアマゾンギフト券があのゲットすることができました。めっちゃ嬉しい、アマゾンギフト券でした。私は結構あの白色が参加賞なんですけど、なんかねあの 白色が参加賞なんですけど、でも白の参加賞でもスタバのギフトカードを用意してくださってて、だから外れなしな感じで、でね、私が出た色が多分薄紫とか
だったんですね。だから最初見た時、あ、白だと思って白三箇所やんって思ってたら、あ、色ついてるよみたいな言われて、あ、色ついてる、あ、紫ってなって、そしたらアマゾンギフト券でしたそう、めっちゃ楽しかったですね。面白かった。あれなんかすごいサンタさん、なんかクリスマスプレゼントって感じですごい楽しかったです。みなみさんありがとうございます。なんかそういうね、抽選会まで準備してくださっててすごい嬉しかったです。なんかね、めっちゃ楽しくってみんな、そう、誰かが弾くたびにみんなが応援しに行ってってのがすごく面白かったです。水色さんありがとうございます。うん、それでね、本当になんかね、楽しかった。お、プロトレックさんありがとうございます。そうね、めっちゃ面白かった。なんかね、すごい面白かった。先輩たちもめっちゃ先輩たちがめっちゃノリノリだったのも超可愛いなって後輩なんですけど思ってました。ちなみにアマゾンの欲しいものリストに何入ってるのかな。でもなんか欲しいものリストに何も入ってないんですけど、私はでもね、本当に何に使おうかなっては考えてます。なんかゲームのソフトとかもいいかなって思ってます、考えてます。そう、最近はポケモンとか、そう、久しぶりに、なんか最近ね、あんまりゲームする機会があんまりなくて、結構なんかね、ドタバタいろんなことをね覚えてみたいなことが結構続いてたので、意外とそういうゲームしたりとかする時間が意外と取れなかったから、久々に昨日か一昨日ぐらいにしました。ポケモン捕まえてました。ともちゃんさんありがとうございます。本当なんかね、気づいたらいろんなメンバーのみんなが応援してくれて、ゆなさんとあのディズニー、あ、みんなが当ててって言ってくれて、そう、あの、ゆなさん、いつも仲いいよね、仲良くしてるよねって言われて、そう、くるみさんとかも仲良くなるよねって言ってなんて、みんな、そう、みんなディズニーランドを、ディズニーどっちなんだろう、ランドかシーか分かんないんですけど狙ってて、そう、それで私そのディズニーのが当たる現場にいたんですよ。なんと愛知さんがその金を当てられてて、そう、めっちゃみんなでキャーって なってました。で、なんか結構回すときに勢いでコロコロってどっかに飛んでっちゃって、金色っていうのは見えたんですけど、そっからそれがどっか行方不明になっちゃって、みんなあらそこってなってるところにイクノちゃんが発見して、イクノちゃんがあ、ゲットみたいな今度言ってて、イクノちゃんが取りそうになったんですけど、セーフって感じで、そう、エミリーさんが一緒だといい賞が当たるとか、え、そうなんですか。あ、でも
そう、エミリーさんも応援応援しに来てくださいました。面白かった。今からヒールが引くってって最初の人、じゃあ応援しに行くって言って、結構皆さんに見守られながら面白かった。でも実はその抽選会があるっていうのを知って、そのディズニーが当たるよっていうのが、そういう情報を得た時にちょうどザーチと一緒にいたんですよ。その時に、え、ディズニーが当たるらしいよみたいな、一番いいのディズニーが当たるらしいみたいな話になって、え、待って行きたくねっていう話して、ザーチとね、ちょうど一緒にいたし、またなんか一回ザワチとディズニー行ったことがあって、本当はその時ナナカと3人で行こうって話だったんですけど、ナナカとはねちょっと予定が合わなくて、結局2人ってその時にはなったんですけど、で、え、でそれでそのまたザワチとまた行きたいねって話してたから、え、これ絶対当てるしかなくないっていう話になって、そう、まだ抽選の結果わからないんですけど、もう2人とももう当たる気満々で、もうなんかカチューシャとかも調べてたんですけど、2人とも当たらずそう、なんかかぶり物これが良くないとか、もう先取りしすぎて決めてたんですけど当たりませんでした。ちょっと欲を出しすぎたらダメなんだなって思いました。はい、そう、面白かった。なんかああいう抽選会なんか初めてだったのでめっちゃ楽しかったです。本当にね、準備してくださった方たちありがとうございますっていう気持ちでいっぱいですね。楽しかったですね。だから結構そのクリスマスイブにめっちゃクリスマスを実感というか体感をなんか結構満喫させてもらった感はあったので、だから今日がクリスマスだから、クリスマス私の中ではクリスマス3日目って感じです。メリメリクリスマスサイレンは、やばい、クリスマスだから結構このおしゃべり会の日から今日まで結構クリスマスの曲をずっと聞いてました。メリメリクリスマスサイレンは、あなたに会いたい、メリークリスマスホーリーナイト。あ、そうだ、そうですね、今日の公演からバケツをかぶれを披露するようになったねって。そうですね、今日の公演、この目撃者公演、目撃者のクリスマス公演でバケツをかぶれを今日披露したみたいで、で、あとクリス、あ、めっちゃネイティブな感じのクリスマス公演でだったから、あのクリスマスの曲も披露してた。そう、今日は前座で出演させていただいてたのでだったんですけど、去年のクリスマスも劇場公演で出演させていただいてたので、パジャドラ、ちょっとひなたんが初出演の時で、だから去年はクリスマス公演出てたんですけど、今年もね、出演メンバーにはいなかったけど前座で出演できたので、クリスマス劇場クリスマス2回目
浮かぶれ。って感じです。そっか、ゾウチはクリスマスイブにアンダーデビューだったのね。制服の目。めっちゃ練習を頑張ってたイメージがあったから、本当にね、ちょっとね、あの日程は変わったりとかもあったと思うんですけど、無事良かったって思う。じゃあもうクリスマス今日で終わりなので、この後ろの背景もこれで今日で終わりかな。さよならクリスマス。たけさん、アットマーク、ひいこぱんさん、ありがとうございます。クリスマスは何をされましたか皆さん。今日はでも平日だったから、あのお仕事でしたとか学校でした。あ、学校はもうもしあお休みか。そっか、そう、今日ですね、あのチキンを食べたんですね。めっちゃ急急な話なんですけど、チキン食べて、もうなんかクリスマスって感じのチキンを食べたんですけど、めっちゃ美味しくって、超美味しかった。それだけなんですけど終わり。めっちゃ美味しかった、マジで美味しかった。なんか最近食べたものの中で一番美味しかった気がする。でも最近はね、そのおしゃべり会とかのケータリングを用意してくださってたりで、美味しいものたくさん食べてたはずなんですけど、でも今日のチキンがちょっとこの期間一番優勝だったかなって。ね、どれも最高に美味しかったんですけど、でも最終日というか、あのちゃんとクリスマス当日に一番というか、めちゃ美味しいんですけどってなるものにさらに巡り合ってしまいました。普通に焼いてある大きめのチキン、美味しかった。思い出しただけで、ね、うまい。あ、そう、それで今日私、去年実はサンタさんの方からプレゼントをね、朝起きたらいただいてたんですね。去年はあのそう、なんか結構ね、あのスリッパ、あったかいスリッパがあるからそれ欲しいなみたいな言ってたら、本当に届いて、へーってなってたんですけど、そしたら今年はね、だから去年ね登場してくださったから、あのちょっと今年はどうなんだろうって思い始めて、去年はちょっとあの大きな声で、あ、これが欲しいなとか言いすぎて、だからあのわざわざ気使ってくれた、あとわざわざね、さあの届けてくれたのかなって思ってたから、でも今年はそういうの全然言ってたりしなかったから、でも去年は届いてたから、もしかしたら今年も何かあったりするのかしらとか思い始めて、まあでもまあ19歳だし、もうさすがにと思って、別にそこまで期待せずに寝てたんですね。普通におやすみなさいって寝ます。起きたら届いてました届いてたんです。で本当はそれを今日見せたかったんですけど、そう、今もうこのもう最悪もう手元に今持ってなくて、そうだから最初らへんになんか急にああみたいな言ってたのはそれのことですなんか多分配信始めた最初らへんぐらいに一人でああみたいな嘆いてたのは
あのこれのことなんですけど、あの手元にないよっていうのを思い出して、あ持ってくればよかったのあれなんですけど、ちょっと取ってくるのがちょっとだけあのちょっとめんどくさいので、あのまだあの年内には絶対に配信するから、何回かすると思うので、その時にちょっと紹介させてもらいたいなって思ってます。ちなみにあのあでもな、今度見せる時に見よう何もらったかは。でも嬉しかったです、お手紙付きでした。あ日本語で書いてあるお手紙ついてきてくれました嬉しかったです。でももう来年は20歳なので、もう分かんないけど、願ったら来るかも分かんないけどね。ということで今年も届いちゃいました。ありがとうございます、ありがとうでも去年の前はなかったんです、届かなかったから、そう飛ばしてまた復活してくれました、ありがたいです嬉しかったです。やっぱねこういうのがあるからクリスマス楽しいなってなるじゃんそう、でもね今日キュギーナが練習をしに来てて、でサンタさん来たって聞いたら、あ来たって言ってました。でいろいろ話聞いて楽しかったです。てか今日ね前座で出させてもらってたので、今日一緒に渋井ちゃんとカレンと一緒に出演させてもらってたんですけど、もう希望のつぼみ公演の千秋楽がもうあさってだねっていう話になって、なんかもう本当にいよいよもうそんなもう近くに来ているっていうのに、なんかあそっかって今日またなっちゃいました。結構お話し会でも希望のつぼみ公演めっちゃ良かったって言ってもらえたり、なんだろうあのね千秋楽話しいけど行きますって言ってくださる方だったりでね、あの残念ながら行けないかったって外れちゃったって方もいたりとかで、なんかでも始めた時には思わなかったくらい、そうやって希望のつぼみ公演好きだよって言ってくださる方が多くて、なんかそれはすごくなんか嬉しかったなって思います。直接ねやっぱり伝えていただけるのも多分さらになんかより嬉しく多分感じたんだろうなって思います。ありがとうございます。あ、つぼみのお話はオンラインでするね、ありがとうございます、楽しみにしてます。なんか結構あのねおしゃべりお話し会でそうなんか会えなかった期間の会えなかったっていうかお話し会がなかった期間の話とかをすることも多かったけど、結構趣味っていうか私があの好きなことが共通で好きだったりとかね、来てくださる方と共通の好
好きなものとかがあったりで会話が弾んだりとかもあったりで、すごい楽しかったなって思って、なんかやっぱり全然時間がね、やっぱりね足りないなって思っちゃった。なんか喋りたいこといっぱいありすぎて楽しかった。結構ね、あのね、あ、そう、あのアイドルさんのお話とかも結構いろんな方とできたなっては思いました。楽しかった。メリーメリーくんやばい、多分明日もこの曲口ずさみそう。メリーメリークリスマスサイレンナイって、もう今日だから今日中にたくさん歌っとこうと思いました。メリーメリークリスマスよ、したクリスマス、フフ、フフ1月1日もクリスマスの歌歌ってるよね。それはさすがにもう私でも歌ってないと思います。だから全然こんなに歌っといてめっちゃ明日から全然歌わなくなる可能性もあるなって今思い始めました。なんかそうなりそうな気がしてきた。意外とこんなに歌っといて明日も歌ってしまうとか言っときながら全然歌わないとかなりそう。なんか面白いこの帽子、本来多分こう後ろにやって、なんか後ろにやったらなんか白いのが頭についてる。こうしないと前から赤い部分が、本来は赤い部分がたくさん見えるはずなんですけど全然見えない、見えない。そう、赤が少ないんですこれ。でも本当赤多いの、横から見たら赤多いんですけど前から見えないです。しかもね、この画角、あ、でもこうしても見えない、じゃあ見えないです。 何しても見えない。黄色クリスマス、黄色赤と緑しかないです。上に伸ばしたピクミン、だから今年のクリスマスは今日がクリスマスだけど、その前々日からすごいクリスマス気分を味わえたので、なんかいっぱい思い出ができたクリスマスでした。今年はいっぱい楽しかったです。ありがとうございました。
劇場から持ってきちゃったのサンタ帽、これは家にあるやつです、持って帰ってないです、安心してください。でも今日もその写真撮影するときにクリスマスのサ、違うサンタさん、サ、うん、サンタ帽子かぶって、なんかだから結構毎日、そう3日間そう前々日あのおしゃべり会1日目はそのファンミーティングがあってて、その時はあのトナカイのカチューシャつけてて、めっちゃあの角が超長いトナカイのカチューシャつけてて、で次の日があのクリスマスイブだったので、あのサンタの格好全身でしてて、で今日はあの前座でだクリスマス公演出させてもらったので、その時に写真撮影の時だけ頭こういう感じのクリスマスのサンタ帽子かぶってたんですね。だからなんか何かしら何かしら毎日サンタクリスマスに触れるような格好をしてたし、あとなんか撮影とかであのアイヤさんの撮影とか、あと生写真とかグッズのコースターとかの写真とか撮った時とかにサンタにもなったりしたので、結構今年サンタクリスマス系の何かになる率が高かったですね。それで今はツリーなんですね。確かにこれはツリーです。ツリーだけどサンタ、よくわからんけど設定がめちゃくちゃではあるけど、でもクリスマスっぽいかなって思います。そう生写真の撮影の時にサンタになったんですけど、その時のあの衣装のイヤリングがめっちゃ可愛くて、大きめのやつだったんですけど、それが可愛かったなって思い出しました。あ、ゆびききさんのサンタ見た？あれですね、なんかそうあの直接は見てないんですけど、写真で見ましたよあの大きい空気がいっぱい入ってるやつですよね。それなんか前もされてましたよね、あのうさぎに乗ってるみたいなやつね、面白い、かわいい、直接見たかったです、会いたかった、直接それで。そうね、大きい、すごい、どこで見つけるんですかね。すごいね、しかもね、可愛いのがすごい可愛いです、本当に。目撃者のユニット楽しみにしてます、嬉しい。なんか結構配信をするたびにっていうぐらいで皆さんに言ってもらってる気がしますね。これはそう、来年のお楽しみにですね、1月7日をがチームHとしての初の公演になるのでお楽しみお願いします。なんだろうって考えてください。答えはでも1月7にしか伝えられません、はい、考えるだけ、今から考えててください。確かにユニット予想、ひろちゃんね、ユニット予想一番何が多いんだろう、皆さん的に。気になる。サボテンかな？アクセルですね、待ってますね。
ポテンと思ってます。アクセルが結構見たいっていう予想ね、予想星が見たい。サボテンだと思う。サボテン、星とサボテンが多いかもです。へえ、ニヤニヤギター持って出てくるかな。あ、公演、演目違うわ目撃者なので急にギター持ってきちゃった。ここ点ですね。ねねさんがいつもやられてる夢のデッドボディ七日炎上路線。あ、七日と炎上が結構期待って感じ。え、七日かゆうなちゃんと炎上路線で、楽しそう。なんか嬉しい。ふふふふ、くくくくく、なるほどですね。え、じゃあ多分見た限りだとサボテンが多い気がします。サボテンで、あの希望、願望あの希望はあのアクセル希望っていう方が多いみたい。予想的には多分サボテンと星ですかね、かなが多いみたいです。じゃあ、なるほど、予想は聞きました。じゃあ1月7に答え合わせをしましょう。そう、あと生誕祭も当日にさせてもらえることが決まったので、しかもチーム H の目撃者公演で初めてそうさせてもらいます。お誕生日当日の1月23日なので、あ、123です。私の誕生日はあの忘れるなって思ったら、あ、123かって思い出してもらったらそれですなので平日なんですけど、お時間があればお願いします2年連続で当日にお祝いさせてもらう、 お祝いしていただくので、ワンツースリーフォー、よろしく、あ、フォーはでもいらないですね。123だから、うん、うん、そうですよ。24日はジーナちゃんの誕生日だね。そうなんですよ、1日違いなんですよ。嬉しい、なんだか勝手に嬉しい。大縄跳びに入れないヒーローを見れなくなるのか、確かにおもろ。あれですね、あの希望のつぼみ研究生でやらせてもらってる希望のつぼみ公演の1曲目、ワンツースリーフォーよろしくっていう曲があるんですけど、それで私大縄跳びに入れなくなるっていう振りでですねやってて、それ見れなくなるのかって、結構それをね、なんかいいねっていいねか分かんないけどって言ってもらえることが結構あったので、確かに入れなかった、ずっとオーナーとみんなこうやって「はい」ってオーナー飛べてるんですけど、いつも入れないっていう振りやってました。
ちゃんのチャンスの順番からの高嶺のリンゴ大好きだったから、嬉しい。千秋楽は入るんでしょ、オーナー跳びですか。じゃあちょっとぜひそちらもあのチェックというか見どころとして楽しみにしていただけたらいいなって思います。果たして私はオーナーを跳べているのか、それかいつも通りまだオーナー跳びに入れずずっと跳べないが続いてるのかそこもちょっと楽しみに気にして見ていただけたらなって思います。どうなってるだろうね、面白い。嬉しい、お洋服似合ってるね、これはクリスマスカラーお洋服です。あ、もうこれね全然見えないから、でもこれここはフリフリっていうかなってて可愛いと思います。目撃者公演のずっとずっとでゆうなさんとハート作るときハグしに行ってみようってアドバイス。そういつもハートこうやって一緒にハートっていうダンスがあるんですけど、なんかねなんかあんまハートがねもう成立できなくてだからできてないので、いつかじゃあチャレンジしたいと思います。クリスマスバレンタインで誕生日、これが恋の三大きっかけでなんだってっていうセリフもやってましたね。そうだからね、そのセリフも私が千秋楽言うのか言わないのかも見てください。その曲セリフ、そういうセリフが3回あるんですけど、そのいつもはその三大きっかけでなんだってのやつを言う担当なんですけど、もう一個のポジションの方でセンターポジションをさせてもらった時とかには、なんだっけ、もう一個のやつ、みんなは言うけれど、来るってさ勇気いるけど、タイミングを逃すとオーナートみたいに入れなくなるよの方のセリフも何回か2回ぐらいやらせてもらったことがあって、だからまたもしかしてそっちを言うのか、いつもの方のやつを言うのか、それともセリフが1個ももしかしてその日はないのか、それか3つ目のやつなのかです。それもお楽しみにしてください。脳幹って曲も結構セリフが多くて、それもどうなってるんだろうって考えながら、そういつもは7人で公演させてもらってたので、研究生公演は、それを千秋楽は12人での研究生でさせてもらうので、だからやっぱり7人の時とはちょっといろいろね、いつもと違うかもみたいなところもあると思うので、そういうのもちょっと見比べながら楽しんでいただけたらいいなってはすごく思ってます。
そうね、全国の模試3位もさせてもらってましたね。そう、夏美さんとかエミリーさんとかのイメージがすごかったので、その歌割りのところ、恋の傾向と対策だからね、なんかそこのパートできてたのすごく嬉しかったなって思います。なあ、みーちゃんの農家の歌い出し好きだった。専門するかな、しないかなそれしか言ってない。さっきからね、なんかどうだろうってしか言ってないけど、ね、いつか美しきもののセリフも言ってほしい。難しそう、いつも見てるんですけど難しそうだなって思いながら、すごいかっこよくねやられてるから、皆さんすごいなって思ってる。そうね、ずっとはぐね、なんかずっとどうなんだろうねってはぐらかしてる感がすごいけど、そうだから声の傾向と対策もその結構セリフやるやん、そうやねとかいろいろあるから、お願いとかもあるし、いっぱいあるから、そこもいつもこの子が言ってたところをこの子が言ってるんだってなるかもしれないし、いつも通りの子が千秋楽もやってる担当してるかもしれないし、結構見どころはたくさんあるんじゃないかなってはすごく思ってます。確かにつぼみ公園みなね、7人つぼみ公園の7人公園を見慣れてると12人とかになっちゃうとね、あ、しかも確かに普通のチーム公演だったりパジャドラの公演が人数多く感じるって、確かに、なるほど、確かに確かに。でも7人公演だったのでやっぱ16人、普段は16人公演だから7人公演、研究生公演の時は結構楽屋がすっごくスカスカな感じでしたね。だからいつも不思議な感じにはなってました、私たちもそういう面で、あ、なんか全然人がいないねって最初なってました、みんなで。ね、嬉しい、7人公演のつぼみ楽しかったっていうのが見れて、なんか嬉しいですつぼみ連続で行ってたから久しぶりにパジドラ行ったら人多くてびっくりしたそれがでも普通がそれだから、でもね、やっぱ7人に見られちゃうとそう感じますよね、面白いおもろ、嬉しい、毎回メンバーのめっちゃ見られて感動してる、嬉しい。
さっとつぼみ公演続けていいんだよ、続けちゃおうかな、みんなみんなで一旦続けてみるって話して、おもろ。確かにみんな本当に MC とかでお話ね、私もだけど、なんか やっぱりつぼみ公演を通してなんかね話せるようになった部分もすごく多かったと思うし、ね、やっぱり研究生だけでってなるとみんなで力を合わせてっていう感じだったから、みんな多分初日希望のつぼみ公演の初日と比べたらどういう面でもそのパフォーマンス面でもその話したりっていう面でも多分結構変化がねあったんじゃないかなってすごく思いますね。だから明後日は千秋楽なんですけど、ぜひいろんなところを普段の7人公演の時とのなんかここがあちょっと違ういつもと違うかもとか、ここはあの子がいつも通りここやってるんだとか、そういうのとかもなんかちょっと気にねしながら見ていただけるとなんかもっと楽しめるのかなって思います。じゃあ今日はクリスマスだったということで、たくさんお話をお話に付き合ってくれてありがとうございました。じゃあそれでは今日のランキングを読みたいと思います。13位ゆうかさん、12位にょろちゃん、間違えた、にょろ12位にょろちゃむさん、11位みんなみくさん、10位茶沢通りの魔術師さん、9位ガッさん、8位強し12秒さん、7位憂鬱なバラアットマークソンミンさん、6位みなみさん、5位水色さん、4位ともちゃんさん、3位プロトレックさん、2位たけさんアットマークひいこぱんさん、そして1位はりゅうだいさんでした。それでは配信を見てくださってありがとうございました。じゃあもう終わっちゃうけど最後にメリークリスマスでした。それではおやすみなさいありがとうございました。バイバーイ。